はい、こんにちは、ぬれねずみです。この番組はですね、テレビのドラマをですね、なるべく一話一話追っていって、ドラマの感想を言うと。そういう、ドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、テレビ朝日ですね、金曜の、11時15分。で、地域によってちょっと放送時間違うかもしれませんけど、そちらのですね、私のおじさんっていう、岡田結実さんですね、主演のドラマの感想になりますので、よろしくお願いいたします。でね、先ほどね、2回ほど撮ったんですけど、なかなかね、ちょっとどう面白いっていうのがね、ちょっと難しくなってる感じなんですよね。で、今日だけで言えば、こんな感じですね。ゲストさんが高橋ひとみさんですね。で、今日に関しては、一応おつぼねさん役ですね。そして、青木さんがおられて、で、岡田さんとちょっと、すったもんだってこともないんですけど、また仕事も含めてって感じですね。そこに妖精のおじさんが絡んできてって感じの、ドラマになりますね。で、今ね、ちょっとすったもんだっていうか、自分が話すときにちょっとすったもんだしてたのは、なんかね、どういう感じなのか、の感じを受けたのかっていうのを言葉で説明しようとすると、なんかね、ちょっと難しいドラマなんですよね。で、全体で言えば何を見てた、自分が楽しんでるかっていうのを言葉にするのが難しいドラマ。って感じですね。で、面白いのは面白いんですけど、なんだろうな。まあ、その、ドラマの中でも、まあ、それこそ撮影してる場面がありますよね。撮影さんが、撮影してる人がいて、それこそ今日のゲストさんだったら、高橋ひとみさんがいて、高橋ひとみさんが、だね、やるのやらないのって言って、それで困ってる撮影隊をまたこっちで撮影してるじゃないですか。そういう感じになりますよね。うん。そうなってくると、なんか自分が見てるものの、あれがね、ちょっと、わからなくなってくるんですか。だから、岡田結実さんが演技してるっていうドキュメンタリーを見てる。で、岡田さんが演技してるのを遠藤憲一さんが支える、頑張れ、結実さんと言って支えてる人の、ドキュメンタリーを見てる感じなのかな。うん。そこにまた今度、城田さんが入ってきたりとか、青木さんが入ってきたりとか。なんかね、そんな感じで今日は見てた感じがしますね。ですから、その、なんだろうな。友達が映画に出てきてる感じ。で、そこにも、その自分の友達も出てるし、その周りになんか撮影してる友達もいて、それがなんかカメラに映ってるようなイメージですね。だから、なんだろうな。わかりますかね。なんかそんな感じの印象を受けた感じですね。だから結局ね、最後まで見ちゃうんですよね。で、面白い面白くないって言ったら、なんかね、こう、なんだろうな。ドラマを面白いって思ってる部分もあるんですけど、単純にその人がそのカメラの前で、なんか決められたセリフですよね。多分セリフ決まってると思うんで、その決められたセリフを言ってる感じが、を、微笑ましく、見てるって感じです。自分が。わかりますかね。一応そんな感じです。うん。これが一番まともな説明かな。さっきごちゃごちゃしたんですけどね。ですからね、最初話そうと思ったのは、1位がフェイクドキュメンタリーですね。フェイクドキュメンタリー。うん。ドキュメンタリーのようなドキュメンタリーじゃないかな、みたいな感じですね。ちょっと最近もあったりすると思うんですけど、で、2がですね、応援せざるを得ないドラマですね。だからなんか自分の身内じゃないんだけど、身内がなんかこちょこちょやってる風に見てしまえるドラマなのかなになってます。細かいこと聞きましょうか。面白いこと言っちゃう。面白かったとこ言っとこうかな。ですね、ま、今日ね、あんまりメモしてないんですけど、1がですね、一ノ瀬さんが、まず、椅子を倒しますね。椅子をなんか、あ、寝てたのかな？寝てて、なんか、おじさんに起こされて、で、バーンと椅子ひっくり返して慌ててこう、もたもたっとこう、するときの足のまたぎ方が面白かったと。はい、そんな感じですね。で、2がですね、これですね。今日のゲストじゃない、フューチャーされた青木さんですね。青木さやかさんが、まあ、独特の、セリフ回しですね。あれがどのぐらい演出なのかわかんないですけどね。うん。なんかまあ面白かったですね。あとは、まあ、ひっくり返しですよね。うん。何？誰かにパワハラ受けてんの？大丈夫？って。うん。そこは多分ひっくり返しですよね。はい。それが面白かったです。あと、ひょっこりはんさんですね。ひょっこりはんさんが、だからこそ、俺はライブにこだわってる。そのだからこそが、なんかよくわかんないけど面白かったですね。はい。で、次がですね、そうですね。あ、そうだ。人の文句を言う前に仕事をしようかっていう感じで、言ってて、あと回想シーンになるんですかね。回想シーンになった時に、青木さやかさんがなんかこう落ち込んでて、スタバ飲みたいって泣いてるのがね。うん。なんかいいですよね。これ女の人なのかな、うん、なんかこれなかなかね、いいセリフだと思いました。はい。で、あとはね、細かいんですけど、なんかオタ系のなんかダンスをする場面があるんですけど、なんかそっかなんかの、昔流行ったというか、新生かまってちゃんっぽいなんかこう、音楽、うん、だったなっていうのと。あとはですね、そうですね。うん、まあ、最後のね、お酒飲んでの
ガチャガチャ。あれは楽しいですね。あれ、毎回やるんですかね。はい。この前もね、城田さんとね、公園でやってたし、今日は今度ね、青木さん、さやかさんとやってたんで、あれがなんかね、毎回毎回出てくるんだったら、それぞれね、毎回こう、酒飲むシーンがあれば、なんかいいのかなって感じがします。だからそこも含めてそうですよね。だから、実際お酒ない、飲んでないんでしょうけど、でもなんかそのお酒を飲んでる演技をしてる岡田結実さんが、チャーミング。だからあそこ、やっぱ一番なんか輝いて見えますもんね。なんか知んないけど。だからなんかね、ちょっと不思議な感じの、あれになんか連れて行かれてる感じですかね。はい。そんな感じです。じゃあそんな感じですね。じゃあ次回第3回ですね。はい。こちらも一応ね、応援会みたいな感じで、ちょっとやっていこうと思ってますので、ちょっとね、変な感想になるかもしれませんけど、まあね、次回やるかやらないかちょっとよくわかんないですけど、視聴はね、ちゃんとしていこうと思ってますので、よろしくお願いします。それではね、また、次回楽しみにしてください。ありがとうございました。失礼します。